とミシはるかことね、私たちはジェイマです。はい、というわけで本日の企画は、はい、ウーバーイーツ頼み合い。そうなの？そうなんだそうです、そうなんですね。期間は1日、昼、デザート、夜の3種類を。朝は抜くんです。朝はちょっとまあ起きれないから、起きれないですなので無理やりデザート差し込んでこの3種類をやっていきたいと思うんですけれども、まあ、誰がお互いに頼み合いをするのか決めちゃったんですけど。え、決めちゃったんですか？はるかさんが私に注文、うん、私は魔法茶で注文。でも最悪、まあ、別々の場所でやりたいなということで、うん、2人は実家に帰ってもらいます。はい、お前は帰れよ。それではレッツチェック。はい、ということで琴音用のお昼ご飯を選んでいきたいと思います。で最近、まあ、琴音なんか白ご飯を食べてなくて、まあ、イカとかお菓子主食になってて、そのせいでなんか元気がないとかすぐ疲れちゃうとかそういうのを言ってたので、今日は元気もりもりになれるご飯を私が献立先輩として献立していきます。なんかね、ラーメンもねいいかなと思ったんだけど、ラーメンはちょっと栄養が取れない気がするから、マジの白飯を注文していきたいと思います。はい、ということで注文完了したので楽しみにお待ちください。バイバーイ。はい、というわけで1日目のお昼。いや、これどこがお昼やねって思うじゃないですか、この暗さ。そうなんです、素材が紛失していました。なので今撮り直してます。というわけで私はまほちゃんに注文をします。何がいいかなって考えたんですよ。やっぱり一発目は激辛、こちらをねまほちゃんに食べさせていきたいと思います。激辛の何がいいかなって思ったんだけど、なんかね美味しそうなのがあったの。エビのつみれマーラータン、めっちゃ美味しそうじゃない？いくつか具材が選べて、まず白菜、もやし、あとまほちゃんうずらの卵好きなんでね、うずらの卵入れます。あとえのき、この4つを入れたいと思います。あとね、なんかマーラータンだけじゃ足りないと思うので、ヤンニョムチキンもう一個頼みました。あとはなんかそれだけじゃ足りないなと思って、こちらのマーラースープ、美味しそうじゃない？このお店どういう感じなのかよくわかんないから、この3点で激辛フルコースまほちゃんに堪能してもらいたいと思います。はい、ということで、はるかにまほがウーバーを頼んでいきたいと思います。ん、え、待ってサービス提供開始のご案内。ウーバーはサービス提供地域を常に拡大して、あら。え？待って。ウーバーさ、群馬にない疑惑なんだけど。え、待って。だって、はるかの住所入れたら出てこないんだよ。ちょっと待って、はるかに電話するわ。なんか、真帆が電話したいらしいので、電話を待ちたいと思います。もしもし。はい。はい。今ね、ウーバー調べてたんだよ、はるかの住所入れて、うん、なんか出てこないんだよねどういうことなんかこの地域ではなんたらかんたらみたいな、やってないってこと？ウーバーはさ、多分これね、うん、ウーバーない。マジちょっとショックなんだけど。あ、でも確かにあのリュック背負って自転車乗ってるところ群馬に見たことないわ。あ、マジか、うん、え、どうするどうする、ご飯なしやん。いや、ダメだよ、ちゃんと食べないと。これを機にちょっと拡大をお願いします、うん、え、じゃあ、マホがさ、何怖いんだけど。じゃあ今日はマホがご飯を指示します。ご飯を指示します。はるかに買ってきてもらいます。あ、わかりました。いいですか？え、これあれ、ここでさ、何食べるか決まるってことでしょ、うん、銀だこってあったよね、銀だこ。あるある。銀だこにしましょう。おー、銀だこの、じゃあ新メニューで。おー、銀だこの新メニューね。わかりました。じゃあ新メニュー買ってきます。はい、頑張って買ってきてください。こんな感じでーす。In the cheese! すげー！では早速、いただきます！まず、ちょっとコーラから。いい音。いただきます。
じゃあ早速ね、はるかのおすすめのハンバーグいただきたいと思います。うまっ、ここのハンバーグ。ご飯めっちゃさ、大盛りなんだけど、やばくない？元気もりもりになれるご飯を。久しぶりの白飯です。マジの白飯を。うまっ。はい、ということで今自転車に乗って銀だこを買いに向かってます。てかさ、自転車さパンクしてたんだけど。これって新作ですか？じゃあこれの8個入りのお持ち帰りで。はい、はい、ということでただいまの時刻は2時でございます。そんな時に琴音ちゃんから届きました。でさ、でかくない？しかもめっちゃ重いんだよ。中国みたいな感じしてますけど、中国なんでしょうか。じゃあそれではちょっと中身を開けていきたいと思います。何？何これ？全然わかんない。何これ？なんか甘辛い感じですね。ね、ね、でかい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 。ちょっと多くない？優しい、お茶もくれた。え？何これ？え？酸素をすべて鍋に入れてくれ。え、待って、全然わかんない意味が。あ、来た来た。おぉ、え、なにこれ。え、めっちゃ美味しそうじゃん。うわ、え、え、待って待って、これチキンじゃね。ありがとう。これは意味がわかんないんですけど、精油マーなんちゃら鍋スープ。え、これさ、え、待って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 、これさ、まさか作んないといけないやつ？ねえ、めんどくさい。銀だこ買ってきました。自転車移動してたからぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、こちらです。銀だこ新商品、とろたまメンタ8個入りです。マッチでうまそう。よかった、本当に。いただきます。うまっ。なんか明太子と卵と山芋のおろしみたいなやつが、山芋のおろしみたいなやつが入ってるかも。なんか明太子と卵って合うね。中学生の時さ、よく土日友達に茶詰まってたこ焼きパーティーに毎週してたわ。正直真帆ちゃんのやつね、想像つかないんだよね。全然わかんない意味が。どんなものなのか多いのか少ないのかもわかんない。でかいでかい。完食しました。 Thank you。 はい、最後の一口いただきます。はい、ということで完食しました。銀だこの新メニューということで、すごい美味しかったです。でもちょっとね、明太子の味がね、あんまり分かんなかったかもしれん。どうぞ。はい、ちょっとまず全て鍋に入れるということで、ちょっとこれ入れていきますね。え、なに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 、マジでなに。わー、え、なにこれ、ちょっと虫みたいな。あちゃあちゃあちゃ、くそ、なんかとりあえずこのお皿に入れて、ちょっとこんな量はさすがに食べれないので、こっちに入れて食べていきたいと思います。やっとご飯食べれる。いただきます。うん、うん、待って、めっちゃ美味しい。うん、なんかいろんなものが入ってる、本当に。あ、たまごちゃんもいます。これ食べていきます。やっ、もう大好きなのチキン。言葉骨ね。ちょっとこれ食べるか。謎の汁。な、これ何？え？なんかさ、やばくない？いただきます。え？無理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 。あ、琴音のおやつを頼んでいきたいと思います。なぜこの価格かというと、このソファーマジでね、いいんだよね。
でお昼ご飯はハンバーグでがっつり行ったので、今日はあくまでも健康第一の日なんで、おやつはあれにしたいと思います。はい、ということでただいまの時刻は3時5分。もう私はね、決まってるんですよ、何をまほちゃんにあげるのか。さっきちょっと激辛をね、まほちゃんには食べさせてしまったので、今回はアイスをまほちゃんには食べていただきたいと思います。まほね、結構ねストロベリー系好きなんだよ。ベリーベリーストロベリー1個じゃちょっとあれだから、王道のポッピングシャワー、これがいいんじゃないかな。2個まほちゃんにお届けしたいと思います。待ってひどい、15時半にまだ来んのかよ。じゃあはるかにちょっと電話かけていきたいと思います。はるかちゃん、はい、もし、はい、私もはるかちゃんにデザートを食べてもらいます、はいはい、ミスタードーナツの新作1つ。はい、新作なら何でもいい。と、そうです、新作なら何でもいい。おお、なんかハードル低いね。ありがとうございます。誰か一人は幸せな絵あった方がいいじゃん。確かに、そうだね。ありがとう、いつものね感謝をねここで返してくれたのかな。ありがとうもう一つ飲み物なんですけど、スタバの新作でお願いします。スタバの新作、え、わかる、何だかわかる。芋？そう、芋です。え、マジ？え、じゃあ芋芋三昧やん。芋も飲みたい。そうだよ、確か芋だよね、今。うん、芋芋芋。他は大丈夫ですか？はい、他は大丈夫です。わかりました、それでは自転車に乗って買いに行きたいと思います。はい、それでは頑張って漕いでください。ありがとう。はい、行ってらっしゃい。16時40分です。おやつの時間でーす。え、なんだろう。Open the door! え？これはパンケーキかな？じゃじゃじゃーん。粉酢コーヒー。あ、これパンケーキじゃーん。待って、もうさ、うちジュース系とかがさ、めっちゃ良かったのに。とりあえず開けてみますか。Open the door! おやつじゃないじゃん。何これ、サラダ？だってめっちゃ量多いし。なんかさ、カフェオレとかさ、タピオカとかさ、めっちゃそういうの楽しみにしてたのに、やりやがったな。何？やりやがったなって。やりやがったな。おやつを楽しみにしてたのよ。いや、次タピオカとか、ジュース系がいいなと思って楽しみにしてたのに、やりやがったな。いや、だって、健康に。そうなの？今日のテーマ、健康なの。こんだて先輩なはるか。あ、そうなの。え、明日ダンスカバーでよね。あ、そうです、そうです。それを踏まえて夜もお楽しみにって感じです。ねえ。いただきます。そう、オリジナルソースから。うまっ、アボカドうまっ。食べようかな。うまい。トマトソース食べます。トマトソースうまっ。サラダ食べ終わりました。味はとってもとってもとっても美味しかったです。サラダ食べたいなっていう時にここを頼もうかなって思いました。ありがとうございます、ごちそうさまでした。デザートですね、まあ、ちょっと全然食べ終わってないんですけど、もうこっち食べちゃいたいと思います。フレピヨ31。こんな辛い時にはこういうのが食べたい。本日はご利用いただきありがとうございます。こういうのマジでさ、幸せな気持ちになるよね。やばーい、ポッピングシャワー、あんまり好きじゃない、実は。ポッピングシャワーと、多分ストロベリーだな。あー、ポッピングなシャワーから。じゃあ、いただきまーす。あ、真面目に硬い。いちご食べます。もう硬いな、いちご。いただきます。うますぎ、うますぎ。ちゃんと食べるか。最後の一口。この鍋はごちそうさまでした。よし、なに撮影ママの声聞こえてるよ。ママだろ。ママ。ママにこれ飲んでもらおうかな。ね、一回これ飲んでみて。一回飲んでみて。
油食べてるだけみたいな。はい、ママ、ね、お願い。ね、一口だけ。辛っ。だいぶ気持ち悪い。ね、お願い。バカ。はい、ということで、おやつを買ってきました。まず、こちら、焼き芋フラペチーノです。ちょっとさ、時間経っちゃってさ、申し訳ない姿になってしまったが。いただきまーす。うん、めっちゃ芋なんやが。え、これ混ぜるんかな？いいよと思ってた。真帆がこれを飲んだ時の食レポのお真似と、小谷がこれを飲んだ時の食レポのお真似します。で、真帆からね。芋が芋芋してる。はい、これが真帆です。うん、うん、うん、こうやって見て中になんか芋の粒が入ってて、すごいクリーミーなんだけど、でもなんか甘たるすぎずに、なんかマジごめん。そして次、ミスタードーナツの新作を一つ買ってきたんですけど、ママたちにもね、買ってこようと思って結構多く買っちゃいました。さつまいも、これなんかポンデリングの形で上にさつまいものクリームみたいなやつが乗ってます。いただきます。ん、なんか生地ポンデリングじゃないかも。うまっ。これ絶対マホ好きだわ。でこっちは多分動画外で見切れないので編集をしながら飲みたいと思います。最後の一口いただきます。お昼ご飯ごちそうさまでした。もしもし。もしもし。夜ご飯の提供をお願いします。夜ご飯は、はい、一番好きな食べ物は何？寿司だよ。二番目に好きな食べ物は？刺身。三番目は？エビ。じゃあ海鮮は NG で。ああ、ひどっ。スーパーの中で一番高いお弁当。おお。群馬のスーパーの一番高いお弁当がどんなものなのかっていうのを知りたいっていうのもある。じゃあ、いってらっしゃいませ。はい。ということでスーパーに着いたので高いものを探していきます。安っ。待って、500円ぐらいが相場なんやが。400円か。安っ。なんかもうさ8時ぐらいだから割引されててさ。え、やばい、緊急事態発生。外出しててはるかが頼んでくれたウーバーに間に合うかどうか。あっ、ウーバーがついてる、ついてる、家の前についてる。やばいやばい、間に合いました。マジでめっちゃ焦った。めっちゃめちゃ焦ったわ。やばい、めっちゃ疲れた。はい、ということで夜ご飯食べていきたいと思います。一番ね高いお弁当が420円だったんだけど、420円のお弁当の種類が結構あったのね。だからどうすればいいっていう話をした時に、じゃあ洋食にしてって言われて、オムライスを買います。いただきます。うまっ。ちなみにこのオムライスはデミグラスソーセージ、あ、めでたカニクリームコロッケ。いただきます。うん、うまっ。最後の一口いただきます。うん、完食。今回、真帆さんはすごい優しかったです。ありがとうございました。かわいい。多分、ウーバーの人、ピンポンは押してて、で、あれみたいな、なってて、キャンセルを押そうか、もしくはもう一回ピンポン押そうか迷ってるところで、うちが来たみたいな感じだったの。だから、もう10秒、20秒くらい遅かったら、うち多分キャンセルになってた。マジでびっくりした。ということで、まあ遅くなっちゃうなと思ったので、電車の中で注文しちゃいました。で、何を注文したかというと、今回、絶対にまほちゃんが普段食べないようなものを食べてほしくて、イカスミのパエリア、まあ、珍味ではないけど、まほちゃんにとっては珍味なものになってます。マッシュルームとズッキーニのフリートス。衣がサクサクなスペイン風揚げ物らしいです。で、この付属のソース、どういうソースなのかわかんないんですけど、普通にうまそうじゃない？これだけじゃないです。ラスト。
これはちょっとね、先に言っとく、ごめんって感じ。他とは違う2色のオリーブー。はい、夜の時間がやってまいりました。お腹空いてない、お腹空いてない中、こちらが届きました。待って待って、何これ、ちょっと待って、まずね、え、待って、何これ、ちょっと待って、え、え、無理無理、本当に無理なんだけど。まずこれね、これ何これ、あ、でもなんか美味しそうなんだよね、なんかナスの揚げ物。うわっ、ね、もう食べれないって、これピラフ、これは何でしょうか。はい、じゃあこの3つは食べれるか、これ食べてみたいと思います。ねえ、なんかさ、絶対おにぎりとかじゃん。わお、全部弁当系なんだけど。和風おろしとポン酢のタレがついてる。オープンザドー、じゃん、おー、いただきます。これマジで美味しいの、怖いんだけど、ちょっとブロッコリーっていい先に。うん、本当に茹でたブロッコリーって感じ。めっちゃヘルシー。はるかの明日頑張れっていう気持ちでこういうことをしてくれてるんだと思うんですけど、ウーバーイーツ企画で全部ヘルシーだとなんか悲しくなる。え、待って、本当に無理なんだけど。ちょっと待って、食べてみるね。いや、琴音は好きそうだけどさ、マジでなんだかわかんない。でもまあ、まずくはない。うん。うん。無理。うん。これマヨネーズかな。じゃタルタルだ。まあタルタルならまあどうにか食べれそうだ。ここにつけて。いただきます。うん。普通にうまい。これなんだろう。待って、これキノコだ。え、うまいうまいうまい。これかぼちゃだったら嬉しいのにな。待って、かぼちゃだ。うん、待って、嬉しい。ちょっとな、いろいろ入ってんだよな。でもね、マホね、食わず嫌いっていうねのがあるんだよね。え、これまさかさ、歯黒くなんないよね。でもなんか味ついててうまい。アサリは好き。うん、なんかおしゃれじゃん。普通にうまいわね。というわけで最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。でもね、普通に美味しかった。ちょっとお味噌汁欲しかったかなっていうぐらいで全然美味しかったです。ありがとうございます。はい、ということで家族のみんなに協力して食べてもらいました。まあ無事食べ終わりました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。